カザンリさんは今現在の肩書き、無職です貯金であったりとかそういうのをこう崩しながらってところもあるんですけども、その後今回行ったアメリカの独立リーグ NPB へ復帰するっていう最も近いというか、本当に何もないとこから本当に失敗からこう学んで成功につなげてるっていう人生が多分、僕の人生の中で大半なので、昨年ですね、ベイサーズをクビになって、これクビになるの自体がもう2年連続だったんで、ベイサーズに入る時は、すぐこう電話かかってきてっていう感じだったので、特にこう心境の変化がそこまでなくだったんですけども、今回に関してはもう終わってこう1週間経ってもなかったので、すごく不安になっている中で2月に、アジアンブリーズという日本人の大学生であったりとか、本当に野球をこう個人的にやってる人とかも中にはいて、そういうところにこう誘われましたので、それでもう一度こうそこから自分でチャンスをつかんでいくという流れといいますか、このアジアンブリーズを主催している方の話をこう聞いたときに、そのアメリカのマイナーであったりとか、その後今回行ったアメリカの独立リーグで、そこにこう参加することがこう、NPB へ復帰するっていうところでこう最も近いというか、それプラスその自分の可能性をもっともっと広げられるっていうことをすごく感じたので、そうですね、それで今回参加するっていう形にはなりました。そうですね、僕の中では NPB 復帰っていうことを目標に掲げていたので、そうですね、そこが一番の目標ではありました。これアジアンブリーズリスクテイカーって書いてるんですけどね、これで練習してたんですよ。これを作った方がもともとは日本で野球をしてて、で大学からアメリカに行って、そこからそのメキシコとかの代表のコーチとかもやった方で、日本っていうよりかはどっちかっていうとアメリカのアンダーグラウンドの野球をどんどん広めていこうっていう方で、今もそういう活動をすごくしていて、今茨城のアストロプラネッツの代表の方なんですけど、その方にすごくお世話になって、はい、やっぱりそのクビになってからこれからその普通に就職をして、これから仕事をやるのかっていうところと、もう一度野球を続けれるのかっていうところをすごく相談をしましたし、もちろん僕の家族だけじゃなくて、この両親、僕方も、奥さんの方の両親ともたくさん話をして、今回そうですね、チャレンジするっていうふうに決めましたね。参加費であるとか飛行機代とか、そういうのはもう、完全に実費で、はい、参加させてもらいました。そうですね、アジアンブリーズが始まる時から一応そのスポンサー様っていうのをこう僕の中で個人的に動いて探していたんですけども、その中でやっぱり今までこう知り合った方であったりとか、
まあ、新しくこう興味がある人とかにこう連絡をいただいて、その中でいろいろ支援してもらってっていう形にはなってましたね。まあ、もちろんあの自分の中でこうその貯金であったりとかそういうのをこう崩しながらっていうところもあるんですけども、まあ、その他にこう、まあ、お金の面だけではなくこういろんな人にこう応援してもらうっていうことはすごい励みになるので、まあ、そういう面でもこう一緒に頑張っていこうっていう気持ちを持ちながらこう今回そのスポンサー様にこう呼びかけをしたんですけども、まあ、そこでこう、ね、一緒にこう戦っていける仲間を作ったりとか、まあ、もちろんその、まあ、あの今回だけではなくその実際に独立リーグに行った時でも給料面で言ったら本当にその、まあ、よく言う、新卒の初任給とか、まあ、そのくらいの金額ではあるので、まあ、やっぱりまあ僕自身家族もいて、一緒に行くわけではなかったので、まあ、そういう面ではちょっとやっぱりそこの給料だけでは難しいというところはありましたね。まあ、もちろん最初はあの不安がすごくあったんですけども、そうですね、すごく協力してくださる方もたくさんいて、もちろんその向こうのチームとの、コミュニケーションであったりとか、まあ、それまでにこう、まあ、自分で練習するとかっていう面でもいろいろサポートしてくれた方が いましたので、まあ、不安がとてもあったんですけども、まあ、自分の中ですごく前向きに捉えながらやることができましたね。あいえ通訳は、その実際僕が今回独立リーグに行くときはもういなくて、そこではもう完全にもう自分だけでもう一人だけで行きましたね。コミュニケーションは取れたんですか？そうですね、まあ、野球をしている中では一応やっぱり専門用語とかそういうのはあるので、まあ、コミュニケーションは取れましたし、まあ、その他でもやっぱ今携帯とかいろいろアプリがあるのでそれをもう使いながらある程度はですかね、音声でこう会話しながらこうもう同時に翻訳してくれるアプリとか、まあ、あと、まあ、僕自身が、まあ、あれほんの少しですけど、まあ、聞く方はある程度できたので、まあ、そこはなんとかっていう感じでですね。僕が今回行ったあのアトランティックリーグっていうところは、もともとマイナーの選手がいたりとかメジャーでバリバリやってた人がいたりとかっていうすごくレベルが高いところで、まあ、中にはこう名前聞いたことがある選手とか、まあ、もちろんあの最近でこう日本でもやってた外国人選手とかの人もいてという感じですかね。すごくレベルが高い選手層ではあったと思います。なかなかこの日本に行ってアメリカの独立リーグがどういうポジションなのかっていうのはあんまりこう、はい、しっくりきてないんですけど、はいはいはい、日本でいうところの独立リーグみたいな感じの位置づけなんですか？そうですね、僕ももともと知らなくてアメリカに独立リーグがあるっていうのを、でも位置づけとしてはそうですね、日本の独立リーグ、ですね、一応、まあ、日本であったら一応プロ野球 その範囲の中ではあるので、まあ、そこの位置づけとしては一緒ですね。ちなみにそこで、アトランティックリーグにこう所属している選手たちっていうのは他で皆さん仕事をしながら野球やってるっていう方ってことなんですか？いえ、そこに所属している人たちはもう完全にそのチームに所属しているので、携帯としては、まあ、NPB と同じようなプロ野球選手という形でやってます。アトランティックリーグっていうのはすごくいろんなことを試しているリーグで、まあ、例えばそのマウンドの、距離をちょっと離してあったりとか、AI を使ったこうストライクとかを決めたりとか、そういうこともあって、 あと今年で言ったら女の方がプロ野球選手としてこう初めてデビューしたっていうのもアトランティックリーグですし、すごくたくさんのことをやっていて、で僕自身もそのちゃんとした本戦でコーチャーをやったりとかもしたんですけど、まあ、そういうところでこうなんかなんて言うんでしょうね、ちょっと言い方がちょっとあんま良くないかもしれないですけど、遊び心がすごくあるというか、なんかいろいろすごく試してるところだったので、そこがすごく、まあ、全体としてこう印象深くはありましたね。
際にアメリカに挑戦してそのワイルドヘルスゲノムスに入団するまで所属するまでというのは何かその苦労だったりとか大変なことっていうのは何かあったんですか？まあ、もちろんこう2月にその、アジアンブリーズの方に参加してそこで一応こうお誘いをもらったんですけども、それまでこうそこからまあ約1ヶ月ぐらいこう間が空いたんですけども、まあ、その中でこうやっぱり今まではあのチームに所属してましたのでチームの施設を使ったりとかそういうところで練習とかできたんですけども、もう今回は本当に、まあ、使えるとしてもその街の中にあるジムであったりとかあとはもう近くにある公園とかそういうところで練習っていう形だったので本当に練習する相手も自分で見つけなきゃいけないですしそのチームに所属してた時みたいにこう物がしっかり全部揃ってるわけでもないので、まあ、そういう面でこうどうやってこう、まあ、実践とかもない中でどう力をつけていかなきゃいけないっていうのをすごく考えて、そうですね、自分で何でもやらなきゃいけないっていう状況は、まあ、プロに入ってからは初めてだったのでそこがこう、まあ、大変というか、まあ、自分の中ですごく楽しかったんですけど、まあ、そういうところで少し苦労というかは、まあ、多少ありましたね。実際にピッチャーになるとそのピッチング投球練習とかはかなり、はいはい、そうですね、本当に1週間に1回できるかっていうところで、その他の練習ではやっぱり、まあ、ただキャッチボールとか、まあ、基礎的なそのトレーニングだったりとかそういうのがメインにはなってましたね。そのじゃあ、まあ、キャッチャーですよね、はい、相手受ける球を受けるキャッチャーを探すのがちょっと一苦労されたと思うんですか？そうですね、まあ、現にキャッチャーがいたわけじゃなくてそのアジアンブリーズで一緒にやった選手がいてピッチャーなんですけどもその子と一緒にずっとやってまして、まあ、そうですね、まあ、実際キャッチャーというのはいなかったわけなんですけど、まあ、その中でこうやっぱり向こうも普通にお仕事とかもしてる人なのでやっぱりまあそこでこう、まあ、お互いに時間を見つけながらというかでやっていたので、まあ、そこはすごく苦労といいますか、まあ、苦労というところまではいかないと思うんですけど、まあ、そこが大変なところではありましたね。その投球練習というのもじゃあその、まあ、お仕事されている投手の方と一緒にされてたということ。そうですね、はい、基本的には実際のこのマウンドとかっていうのもないですし、そうですね、そこがやっぱりこう一番不安なとこではありましたね。マウンドもない平らなところ。そうです、そうです、はい。それがでも結構今までと全く勝手が違ったんじゃないですか？ですね、今まではそういうのがあるのが当然だったので、でもその中でやっぱりでもやらないといけないのでやっぱりどうしてもこうチームで招待されて、まあ、そこにこう何ですかね、その今までのその認めてくれた力の分をしっかり出しに行かないといけないので、まあ、そこはもう本当に何ていうんですかね、考え方をすごく変えてやってはいました。ケンタッキー州のレキシントンにあるワイルドヘルスゲノムスというチームです。それはどのような球団なんですか？そのチーム自体が今年から新設されたチームでして、もう一つはレキシントンレジェンズというチームがあるんですけども、まあ、そのチームと同じ球場を使いながらっていうところではありますね。まあ、もう今年入ったばっかりでその、まあ、コーチとか監督もまたもう今年からこうバッと集められたチームだったので、はい、なんか日本のプロ野球でも結構練習時間が長いとかっていうふうに言われたりしますけど、はいはい、アメリカではいかがでしたか？もうほとんどないですね、練習。いや、もちろんあるんですよ、一通りアップしてキャッチボール、とかはあるんですけど、まあ、あとはもう本当に完全に個人でチームとしての全体のメニューはないですし、まあ、アップも個人ですし、そうですね、練習時間ってなるとこう日本に比べたらもう全くほぼないような感じではあります。はい。まあ、僕の中でその7月31日の
NPB のところのトレード期間、そこをまあ第一の目標としてやっていたので、まあそうですね、僕の中ではそこを一番に持ってやっていましたね、はい。まあ、その他にもそのアトランティックリーグっていうのはすごくあのメジャーリーグのスカウトの方とかもよく来るので、まあ、そこでこうマイナーの方であったりとか、またはまあ、他のチームですよね、いろんなところのチームからの誘いを待つっていうのも、まあ、もちろんその中にはありましたね。メジャーっていうのは考えなかったんですか？もちろんあったんですけども、もともと僕がクビになってからやってた中で日本しかないっていうのがずっと思っていたことで、全くそのアメリカとかの野球に関してこうなんていうんですかね、興味がなかったというか知識が足りてなかったので、あまり目標とはしてなかったんですけども、まあ、その説明をたくさんこう受ける中で、まあ、アメリカのこう野球っていうのにすごく興味を持ってたんですけど、そうですね、まあ、少なからずこうなかったとは言えないですね、そのメジャーリーグへの興味っていうのは。まあ、僕のやっぱり投げる投球スタイルであったり球の特徴としては、すごくこう空振りを取りやすいとかファールを取りやすい、まあ、っすぐストレートで言うとそうなんですけど、そういうところがあったので、それをこうあの投手コーチの人とかと話し合った結果、そうやっぱそういう投球をもう一度目指していこうということとしてこう進めようということになったので、そうですね、僕が日本にいた時あの奪三振率が多かった時とかもあって、まあ、その頃にこうもう一回こうチャレンジというか戻っていこうっていう感じにはなりましたね。移動に関してがすごく大変で、まあ、一応チームとしてのバスでこう遠征とかは行くんですけど、まあ、その時間、その移動の時間が最長で12時間とかがあって、まあ、12時間、7時間とか近いところでも4時間とかだったんですけど、それはちょっとまあ初体験だったというか、まあ、その結構バス内でもこんな移動はあるのかみたいなことをこう質問されたりとか、もうこんな初体験だよっていうふうには言ってたんですけど、まあ、そこは一番なんていうんですかね、まあ、ちょっと一応噂では聞いてたので行く前には、まあ、まさかこんなに長いのかなと思って、まあ、でもそうですね、そこはすごく、まあ、大変ではありましたかね。食事に関しては、まあ、そこまで苦労というのは特にはなくて、はい、なんかよくこうなんていうんですかね、まあ、よく聞くとなんかハンバーガーリーグとかそういうふうに言われるじゃないですか、まあ、意外とでも僕が行ったリーグでは、まあ、しっかりその試合前とか試合後に食事は一応その相手チームからこう出るので特に困ることはなかったですね、はい。いろいろパスタとかなんかチャーハンみたいなのとかなんか結構いろいろチキンとかステーキとかいろいろ出たんで、まあ、特に苦労はなかったですかね、食に関しては。まあ、すごく日本酒が恋しくなるっていうのはあったんですけど、そのぐらいですかね、はい。まあ、そこが一番の目標だったので、まあ、もちろんそこでこう連絡が来ないっていうのはすごく寂しいというか悲しいことではあったので、まあそうですね、その時はやっぱり気分は落ちましたね、うん。そのタイミングでは遠征がちょうど終わって、まあ、チームのアパートに帰ってきた時だったので、まあ、一人寂しくその時は迎えてましたね。うん、そうですね、まあ、結果的に言うと、今回その試合の期間を通して、まあ、そこまでこうずば抜けたパフォーマンスっていうのはできてなかったんですけども、まあ、その僕が今持てる中でのパフォーマンスっていうのはこうやれたつもりではいたので、まあ、そこに関してこう7月31日を迎えたことに関してこう悔いとかはなかったですし、まあ、僕が、ね、こうやれることをやって、まあ、しかも
このアメリカの独立リーグですごくレベルが高い中でやれたっていうのは、あの自分の中でもすごくいい経験になったなっていうのを感じた時ではありましたね。やっぱり一度やっぱりその、まあ、もう今年はないんだっていうのがあるので、日本の NPB に復帰っていうのは今年はないんだっていうのがあったので、まあ、少しちょっと悲しい部分ではあったんですけれども、まあ、それよりも大きなものというか、こう経験値がすごく積まれたのかなというふうには感じましたね。今年はない NPB 復帰はないよっていう中で、まあ、そこでその野球を今後続けるかとか、まあ、あの普通に仕事をしてっていうふうに、すごくこう、まあ、今も実際そうなんですけども、まあ、こうすごくそこからなんていうんですかね、まあ、あのなんていうんでしょう、言い方悪いですけど現実を見始めたというか、まあ、そういうタイミングではありましたね、その時が。そうですね、まあ、今現在で言うと、あの、まあ、野球の方は一区切りという形で、ですね、まあ、普通に就職という形でもう僕の中では進んでるんですけども、まあ、なぜこうまだ具体的に何かが決まったわけではないので、いろいろな可能性を見ながら、いろいろこう、なんていうんですかね、探していけたらなと思います。まあ、もちろんこう今までこう日本で現役を続けるかっていうところしかなかった僕の中で、そのアメリカもあるよっていうことを、ね、教えてくれたことに関してすごく感謝してますし、まあ、あの僕がやっぱ将来その小さい子とかに野球を教えたいって思ってるんですけども、まあ、その中でもこう、まあ、一度ねこうアメリカでの野球とかトレーニングであったりっていうのを学べたっていうのはすごく大きなことだと思いますし、まあ、それがこう、まあ、もちろん小さい子だけじゃなくても、そのやっぱり行ってないとわからないことってたくさんあると思うので、それをこう自分でも学べたのは大きいですし、それを話せるようになるっていうのはもっと大きなことだと思うので、まあ、そういう面ではすごくいい経験ができたんじゃないかなというふうには思いますね。僕の出身は岩手の九戸村という村ですね。県北の方にある村です。ご兄弟っていらっしゃいますか？兄と弟が、5歳離れた兄と5歳離れた弟がいます。ちなみにその久野村出身のプロ野球選手と他にはいませんね、はい。ご両親もずっと久野村の？そうですね、はい。父が、久野村の出身 で母が、今の奥州市の出身ですね。僕の中では高校2年生の終わりなのでですね、ちょうど高校2年生の秋の大会があるぐらいのタイミングだったと思います。高校生の時はどういうふうに進路を考えてたんですか？一応高校生とかだとスカウトの方と直接話とかっていうのはできないっていう感じだったので、高校の監督とかとですね話した時に、まあ、一応こうプロに行く道はあるよというふうに言われて、でももしかしたらこう育成かもしれないとっていうところがあったので、すごくこう進学にするかそのプロ野球にこうワンチャンかけてっていうところかっていうのをすごい悩んでたんですけども、そうですね、その中でこう大学の話とかも結構来てて、そうですね、結果的にはその育成で行くよりかは大学に行ってそれで上位指名で行きたいなっていうところで、それが何でかっていうと僕のその時の考えでは大学に行ってその後プロに行けないんだったらそれまでだろうって思ってたので、それならもう大学に行ってちゃんと体も作ってっていうふうに考えてましたね。
現実を知らなかった分現実を見たかったなと思います。あの田舎の高校で甲子園とかも出てなくて全国のレベルっていうのも知らない中だったので、あの怖いっていうのが結構大半だったと思うんですよね。いきなりそういうドンって強いとかプロ野球とかっていう世界もう分からない世界に行くのが怖かったっていうのもあったと思うんですけど、まあ、その中でこう大学とかっていうふうにはなっていったのかなと思いますね。いろんなこう人とのつながりとかが縁とかタイミングがあったんですけども、簡潔に話すとこう僕が、高校の時にあの千葉経済大附属高校に練習をしに行ったんですよね。そこでちょっと僕が少しピッチングをした時にすごくいいピッチングをしちゃって、それでその東農大オホーツクの監督さんの方に話が行って、でそれで見に来てくれるってなって、そこからですね、そこからすごく話が進んでっていう感じですね。あのすごくあの僕のことが欲しいと、ちょうど僕の代で選手を集めて全国優勝したいっていうふうにあの言ってくださって、その中でその大学の監督さんが絶対上位指名で行かせると、あのそのぐらいの責任を持ってあの僕私が育てますんでっていうふうにあの僕の親にも言ってくれましたし、ちょっと僕自身そういうのは結構弱いのでそういうのにこう惹かれたというか、すごくこうあの信頼していい人だなっていうのを感じて、はい、それでそうですね、進学っていうのを決めました。結構僕がやることに関しては特に否定することは今までなくて、まあやるならやれよとただあの責任持ってやれよっていうふうに、やるなら死ぬ気でやれよっていう感じの親なので、そうですね、その部分はこうある程度助かってるというか、僕がやりたいことをこうあの否定せずにこう協力してくれていたので、そこはすごくありがたいなと思ってますね。どのタイミングで確信になったのかっていうのは定かではないんですけど、比較的その全国大会に常連で行けるようになっていってたので、まあ、その中でこう、まあ、プロには行けるんだろうなっていうのは僕の中では感じる部分ではありましたね。ただその全国大会で僕が成績を全然残せてないので、そこでもう一踏ん張りというかもっと頑張んないと上位ではいけないんだろうなっていうふうには思ってましたね、当時は。まあはい、そうですね、覚えてますね。まあ、大学で練習がをやってましたね、はい、普通に。そうですね、なんでか分かんないですけど、ドラフト指名はされるんだろうなっていうふうには思ってました。まあ、結果的にはヤクルトから2指名で、そうですね、指名をいただきましたね。そうですね、まあ、もちろんすごく嬉しかったですし、いやこれからヤクルトでやるんだっていう現実味はあまりなかったんですけど、やるんだっていうふうには、まあ、大まかにこうざっくりですけど思ってはいましたね。ドラフト終わってからすごい連絡も来ましたし、まあ、おめでとうとかっていうふうにはいっぱい来たので、あ、これがドラフト指名されるっていうことなんだなというか、なんかこう嬉しい反面、そういう連絡を受けるごとにどんどんこう、あ、俺やるんだなみたいな、そういうのは感じましたね。まあもちろんあの一番最初に電話してやったので、まあよかったねって、これからなんだぞっていうふうにカツを入れてもらいましたけど、僕がそれまでこうプロ野球選手っていうのは試合だけしてるもんだと思ってたので、練習をしてるところをこう、まあ、テレビとかではなかなか流さないじゃないですか。もちろんそのキャンプ中の映像とかもなんか分かってないからあんま見てないしみたいなだったんですけど、まあすごく練習しますし、
まあ、とんでもないところに来たなっていうのは正直ありましたね。あのやっぱバッターのレベルも違いますし、周りにいるピッチャーのレベルも違いますし、あこれがプロなんだなっていうふうには、まあ、改めてこうキャンプとか参加した時には感じましたね。僕の中でまあ印象に残っていると試合っていうと、2018年かな、一番投げた年かもしれないですけど、その京セラドームでジャイアンツと試合があったんですけども、その時に、ワンアウト満塁かなとかでこう自分自チームがヤクルトが勝ってる試合で、そこで投げさせてもらってで抑えたっていうところがこうなんかこう自分の中でグッときたというか、なんかこう貢献できたなっていうのは今の中でも考えててやっぱすごく思う試合ではありますね。それまであのどっちかというと負けてる試合とかを投げたりとか、まあ、勝っててもすごく点差が空いてる時の9回とかでは投げてたんですけども、その時はちょうど1点差で勝ってて、ワンアウト満塁なんですか、すごく主力のバッターだったので、そこでこう自分のことを信頼して出してくれてた、こう監督コーチもそうですし、まあ、そこで投げれるようになったんだなっていう自分の中での自信にもなりましたし、すごく気合が入る場面じゃないですか。やっぱそこを抑えたら勝てるっていうだったので、その試合はすごく印象に残ってて、結局その試合そのヒーローとしては僕がヒーローじゃないくて、あのその時はバレンティンが多分ヒーローだったと思うんですけど、その時はもう本当にあの僕が裏にあのみんなロッカールームにいて、でバレンティンが帰ってきた時に、いやお前がヒーローだというふうに言われたので、すごい嬉しかったですし、あなんかいいなっていうふうに思いましたね。僕はメンタルが強いっていうふうに言われるんですけど、なんかあんまり緊張してるように見えないとか言われるんですけど、実際はもうすごい心臓バクバクで、なんか吐きそうになるんですよね毎回どんな試合でも。例えば本当に点差が 広くて何のプレッシャーも感じないっていうような場面でも緊張するようなタイプなので、どっちかというとそれを上回るように気合を入れて投げてるっていう感じなので、プレッシャー、メンタルがその強いかどうかはちょっと僕からしたらあんま分かんないですね。はい。そうですね、まあ、2018年たくさん投げさせてもらって、まあ、それでもそこまでその防御率に関しては追いついてきてないっていうところがあったので、まあ、その課題としては明確で、ホームランを打たれすぎているっていうこと、あとファーブルが少し多いっていうところがやっぱりあったので、まあ、そこを減らしたら次の年もしっかりいけるだろうっていうふうには感じていたんですけども、まあ、やっぱりもちろんそのたくさん投げることによって相手チームもこう研究するっていうところもありますし、まあやっぱり同じスタイルではいけないっていうのも自分の中でもこう感じていて、それをこういろいろ考えるうちにちょっとちっちゃくなってしまったんじゃないかなっていうのはありましたね。その翌年に関しては、あの僕はどっちかというとホームラン打たれることが多くて、まあ、そこがやっぱりこうあんまりこうその信頼しきれない部分だと思うんですよね、僕の飾りというピッチャーに対しての。なのでそこがやっぱり自分の中では悔しいところではありますし、でもその分あのアピールできるポイントでもあるんですよね、その勢いとか、そういうのをこうグッとこう出していくような投球スタイルではあるので、まあそこがこうプラスにも働くしマイナスにも働くかなっていうところではありましたね。野村コーチ
バッテリーコーチ今はヤクルトではないんですけども、がいて、当時僕が、2年目か3年目あたりですね、1軍のキャンプにこう呼ばれて、沖縄でのキャンプに呼ばれた時に、まあ、お前そのままだとすごくすぐこうクビになるぞと、そういう考えでこうやってるんだったらすぐクビになるぞと言われて、まあ、当時やっぱり多少なりともこう多分舐めてた部分があったと思うんですよ。ある程度、ね、2軍でも2軍である程度こう抑えれるようになって、まあ、その中でこう一応こうバッとこう言ってくれて、まあ、そこでその僕自身の中でもこうもう一度しっかりやらないといけないとか、その野球とこう向き合うっていうのをしっかりしなきゃいけないっていうことを考えるきっかけになった方ですね、はい。まあ、やっぱりこう結構その野村コーチもずっと僕のことを見てくれてて、その2軍の時とかでも、まあ、その中でやっぱ僕に足りない部分をこう言ってくれてたので、まあ、それをこうやっぱり言ってもらった時にこう初めて気づくこととか、まあ、そのもっとやろうっていうふうに思うことってたくさんあると思うんですけども、まさに僕の中ではその、まあ、しっかりこうそういう野球に真摯に向き合えっていうのはその通りで、まあ、そこからそうですね、まずこうしっかりとして明確なこう課題を見つけるというか、そういうところを始められたので、まあ、その後にはすごくこう関係してきてることなんじゃないかなとは思いましたね。そうですね、まあ、やっぱりそのクビになった時とかっていうのが一番悔しい思い出ではありますね。2軍の試合が、最終戦かな、その日がちょうどヤクルトの井野さんの引退試合、2軍でのだったんですけども、試合終わって、まあ、その前の日に多分僕登板してたんですけども、終わってその球団の方に明日ちょっと事務所に行ってくれというふうに言われた時に、ああクビかというふうにはなったんですけども、その後井野さんの胴上げがあったんですよ、球場内で。これどういう顔して胴上げすればいいのか、すればいいのか、すごくお世話になった方だったので、まあその引退試合でお疲れ様ですっていうことは、ね、あったんですけども、まあどういう顔してやればいいかなっていうふうにずっと思ってて、まあ、その時はそのやっぱり、まあ、初めてクビっていうのもあれでしたし、すごく悔しい一瞬ではありましたね。そうですね、その時はまだ自分自身も怪我とかを特にしてなくて、まだまだできるよっていうのを、もう来年というか、まあこのあとオフのシーズンどうしようっていうことも考えてたタイミングだったので、まあ、まだまだ現役への未練っていうのはありましたね。そうですね、その時はもう完全に、すぐトライアウトを受けようっていう感じではありました。横浜 DeNA ベイスターズさんの方で、その当日の夜に連絡がかかってきました。ベイスターズの誰々です と来期その契約をしたいのでどうでしょうかというふうにかかってきましたね。まあ、今までテレビとかでトライアウトの放送とかも見てきたんですけども、まあ、そんなに早くかかってくるもんなのかというふうに思ってたので、まあ、その時はまあそうですね、すぐにこうよろしくお願いしますと、まあ、僕の中でもトライアウトでしっかり自分の力を出せたと思っていたので、まあ、すごくそうですね、電話かかってきた時は嬉しかったですし、まあ、すぐよろしくお願いしますというふうに返しました。トライアウトでこう取ってくださったということはすごく必要にされてるなというふうに感じましたし、まあ、僕のその投球のスタイルとか同じセリーグですし、まあ、見ててこう必要だなと思ってくれてたので、まあ、それに期待に応えようと、まあ、それプラスでやっぱり一度こうクビになって、まあ、もうこうなんか変に自分で身構えるっていうことはなく、全てこう出すつもりで
やろうっていうふうには思ってましたね。そもそもこうヤクルトと DeNA のこの野球の方針というか練習であったりとかがすごく違くて、ヤクルトが僕がいた時はすごくこう練習量多くて、まあ投げるのも結構投げ込みしてこうみたいな、走り込みもしてこうっていうところが多かったんですけども、ベイスターズに行ったら結構キャンプ時の投げ込みは全然せずに、球数を決めて連投しないようにとか、できるだけできるだけその肩って消耗品っていうじゃないですか、なのでできるだけこう肩を酷使しないようにというのがあって、だからこのぐらいでいいのかなっていうのが自分の中ですごくあって、迷うことが多かったですね。ベイスターズに入って嬉しいことにすごくみんなの方から話しかけてくれて、馴染むのには時間はかかんなかったですね。そうですね、もともと山崎康明とか石田健太とかは同い年っていうのもありましたし、もともと大学の日本代表の選考会とかでも一緒にやって面識があったので、そこに関してはすごくすぐに話せましたし、やっぱ同級生とかが特に多かったですね、最初話しかけてくれる人では。いや、もうそれはもういらっしゃいって言われたのはすごく嬉しかったですね。なんかもうやっぱり言ったらよそ者じゃないですか僕は。でもその中でもこうすごくこう和気あいあいとすぐにこう輪の中に入れてくれたので、まあ一応こう相手チームだから見る機会も多いので、その時で あの時のピッチングどうだかっていうのをこう言われた時には、ああ見てもらえてんだなっていうふうに思ったので嬉しかったですね。要はこう思ったように投げれたタイミングっていうのはちょっとやっぱその年に関しては少なかったんですけども、今まで課題であったこう波をなくすっていうのことをこうあまりこう達成できなかった1年ではあったので、まあ、少しやっぱ自分の中でこうなんかこうやりきれない部分があった1年ではありましたね、プレーとして。まあ、良かった時なんていうのはこう考えなくてもできているような時なので、あんまり参考にならないというか、あの時はどうだったからなっていうのは僕の中ではあんまり思わないようにはしてましたね。そうですね、試合前に練習の時にみんなに挨拶とか行ったりとかもしてて、まあ、その中でもおー頑張ってるかとか言ってくれてたので、なんかなんて言うんでしょうね、普段はやっぱりめちゃめちゃ緊張するんですけど、その時はなんか緊張と同じぐらいこの楽しみっていうのがあって、なんかそれは多分プロに入ってから初めてだったんじゃないかぐらいの感覚でしたね。なんかこう紅白戦やってるみたいなまあ言っちゃ悪いですけど、そういう感覚ではありました。すごく楽しみもあっていい緊張感でやれてた試合だったかなというふうには思います。そうですね、それも、2軍の最終戦が終わった時に、何日何日にでちょっと話があるのでというふうには言われましたね。まあこういう時に言われるのは大体分かってるだろうけどって言われたんでいやまあまあそうだろうなというふうには思いました。正直やっぱりこう、ね、成績も良くないですし、まあ、僕の中でもうーんっていう年だったので、まあ仕方ないなっていうところはあったので、それがやっぱりその前のトライアウトの時とは違うところで、なのでその時にこうああちょっとなんかその時とは違ってこう気分もそこまでこうトライアウトに向けてっていうのはなくなってはいましたね、あんまり。はい、でトライアウトは受験されたんですか？そうですね、はい、結果的には受けましたね。そうですね、プロ野球、まあ、一番
最初小さい頃から僕は見てたんですけども、まあ、やっぱりこうプロ野球に入る前とかはもう何が何だか分かんないとか、でもそれがこう徐々に徐々にこう年を重ねていくにつれて感じ方も変わってきましたし、でいざ入って、でそれからプレ NPB クビになるまででも考え方がどん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 変わって、なんかもう本当に常にこう野球に対して成長しなきゃいけないところだなっていう感じるのが一番ですかね。やっぱりプロに入って終わりではなくて、プロでやっぱり一番になるっていうところを目指して常に常にやっていかなきゃいけないっていうところかなと思いましたね。まあ、野球に対してこうどんだけこう入り込めるかとか、そういうことをすごく感じたその NPB での生活だったと思います。まあないって言ったら嘘にはなりますけど、まあ、でもその中でこう自分がやることをやって、まあ、自分で選んだ道ですし、自分が悔いなくやれるような努力はしてきたつもりなので、まあ、そこに関してはそんなこうすごくマイナス面な後悔っていうのはないですね。カザンリさんの今現在の肩書きって言われると今どうなるんですか？無職です現役復帰するっていう道っていうのは今もう考えてないですか？まあ、一応ここで一区切りっていうふうにはやってきたので、まあ、特にこう現役、必ずしも現役をやりたいっていう感じは特にはないですね。形としてはもしかしたら普通にこう働いてっていうふうにはなるかもしれませんし、まあ、でもその中でもやっぱり野球には携わっていきたいなっていうのもあって、まあ、コーチとかじゃないとしてもやっぱり自分が今までこうつけてきた経験値であったりとか、アメリカまで行って学んできたこととかは絶対にこう下に伝えていかなきゃいけないですし、でもそれができるのがこうプロ野球選手として僕がやってきたっていうのがあるので、僕らじゃなきゃ伝えれないことって多分たくさんあると思うんですよ。まあ、こんなにそこまでその NPB で名を残せてない選手だとしても、なのでそういう面ではこうちょっとでもこう野球のことに携わっていければなとは思います。やっぱり僕の中でのその武器というか、僕が伝えられることってそのやっぱり下からでも這い上がれるんだぞっていうところを一番こう伝えていかなければいけないなと思ってて、もちろん本当に野球が有名な地域でもないですし、生まれたところがチームも強いチームじゃないですし、でもその中でもこう自分の考え方やこう、ね、人とのこう縁とかそういうのもいろいろあると、こんなプロ野球選手でやれるんだよっていうのをすごく伝えていけることが自分の中でも強みだと思いますし、風見さん振り返ってみると、ご自身のプロ野球人生というか半生は這い上がってきた人生っていう思いが強いんですか？そうですね、まあ、もしかしたらその周りの人から見たら、いやもともと能力があって普通に入ったんでしょうみたいな感じになる人もいるかもしれないですけど、僕の中ではそんなことは全くなくて、本当に何もないとこから、知識も何もないとこからこうどん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 自分が野球で成り上がりたいんだっていうことだけを思ってやってきたのもそうですし、プロに入ってからも上一番上のとこには立ててないですし、本当に失敗からこう学んで成功につなげてるっていう人生が多分、まあ、僕の人生の中で大半なので、そういう面に関してはこう、ね、他の人がどう思うか分かんないですけど、僕の中ではそういう部分はこう這い上がってきたとか下克上であったりとか、そういう部分かなとは思ってますね。そうですね、まあ、今後どういう仕事に就くかも分からないですし、まあ、もしかしたらその、ね、今までお世話になったところの球団の関係としてこうやっていくこともあるかもしれないですけど、まあ、今後もその SNS とかそういうのをいっぱい使っていろいろ発信っていうのも僕の中でもしようとは思ってるので、
まあ、そういう面でこう、ね、少なからず野球に携わっていけたらなというふうには思います。まあ、なかなか僕のファンになるっていうのはなかなかコアな人だと思うんですけどもまあ僕もね一生懸命プロ野球選手として走ってきましたし、まあ、これだけが僕の人生ではないですし、まあ、今後も長い間人生はあるので、まあ、その中でねこれまで培ったものを僕自身としては生かしてしっかりと今後生きていきたいですし、まあ、ファンの方々もね野球で元気をもらえるっていうのはとても素晴らしいことですし、まあ、そういう人たちがねたくさんプロ野球選手にはいるので、まあ、これからもしっかり応援して、ね、一緒に楽しんでいければなと本当に思うので、これからも応援の方よろしくお願いしますというふうに伝えたいですね。じゃあ本日はありがとうございました。こちらこそありがとうございました。